テスト、小室に書かれテストです。これ B かなって今日の記録出せないな。なんでカメラテストするんだって感じですけど、今まで、マウント、自転車のハンドルにマウントするカメラって言ったら、初めに健康カメラ FHD80 だっけな、通称健康カメラっていうのを導入して、去年導入しましたね。あれから始まって、その後すぐにザクティのね CA100 っていうのを私使ってたんですけど、C100 防水のやつですね。雨降っても大丈夫なやつ。それでいて、手ぶれが、なんかもう壮絶な手ぶれが醸し出せる不思議なカメラって、あの手ぶれはなんかもう全然手ぶれ性能のない健康カメラを上回るほどの壮大さで、ちょっとびっくりな感じなんですけど、今回それにちょっとサブカメラで スマホ、私が使ってるスマホはソニーのエクスペリア Z1 SL23 ですね。あれを使ってるんですけど、今のところ手ぶれ機能はスマホが一番なんか効いてるような感じもする。っていうか、配線アート動画見てたら分かるんですけど、時々画質がアップするのが分かると思うんですよ。あれサブカメラのスマホで撮ってる映像なんですね。スマホが一番画質が綺麗なんじゃんって感じですけど、発売の時期も違うし、時系列的にはやっぱりスマホの方が後になってるから。でもスマホすごいですよね今。ただ手ぶれねひどいんで、もっと手ぶれがあんまり出さない、手ぶれ出さない人の撮り方、うまい撮り方あると思うんですよ。私はね、撮影がちょっとカメラ下手なんで、あまり得意じゃないんですよね。撮るのは好きだけど得意じゃないって、というのもあって、ちょっともうちょっと手ぶれがもうちょっと抑えられないかなと、もうちょっと手ぶれ補正機能の性能の強いやつプラス、まあもうちょっと映像が綺麗に、せめてスマホよりは綺麗に映ってほしいなっていうのを考えて、今回この映像っていうのはもうだいぶ前の機種なんですけど、ソニーの GWP HDR、 ソニー型番覚えづらいのがね損してますよね。HDR のなんだっけ、今記憶で話してる GWP88V、 V が確か小文字だったような気がするね、のカメラを導入して、いや、まあザクティのソニー版みたいな、ザクティに比喩する割にはちょっとデザイン的にはちょっとクソダサいやつなんですけど、それをちょっとガンタイプ、ガングリップタイプのカメラ、ソニー版をちょっと導入しまして、ちょっと初めてですよ録画ボタンを押したのは、ほんと初めてだ。初めてがもう車載状態なんですけど、車載じゃねえや、自転車のマウント状態なんですけど、果たしてどれほどの手ぶれ防止効果が得られるのかなんて、そんな動画はもう山ほど YouTube に上がってるんで、今更私がって感じなんですけど、とにかく今まで私がやってきた動画、手ぶれっぷりがなんか壮絶なんですよ。本当に見ていただければ分かると思うんですけど、あんなものをね大画面で見ようもんならね、ゲロモンですよ、ゲロモン、ゲロウマカップ 1.5 ぐらいの手ぶれ効果炸裂、あれがどれぐらいちょっと穏やかになったのかっていうのはちょっとやってみようと思います。周りではね、そんな色気のある景色のあるところは走ってないんですけど、
まあちょっと地元でちょっとスピード上げてみようね、これね。計画で走ってるよ。しかも民家が俺の独り言がずっと、今日乗ってる自転車はメタスピです。安定のメタスピ。もうちょっと思い切って走れるところ選んで走んないとな。ちょっと港まで行ってみようかね。あー危ない危ないっていう、なんか日本語喋る猫の動画が確か YouTube 上がってましたね。あれタイトルなんていうやつだっけ。喋る猫動画っていうのをよく YouTube に上がってるじゃないですか。でもなんか本当にちゃんと喋ってすげえなと思うのって結構限る。今の2個ぐらいしかちょっと覚えてないな。そのうちの1個はね、家のさ窓辺にこう佇んだ、あれは8割の猫だったっけな。窓の外の向いていきなり乗り出してきて、危ないっつってなんか言い出すんですよ。もう嫌だよとか言いながら、何を見たんだって感じなんですけど、これ声入ってんのかな。これ風切り音がすごいような気がするんだけど、どうなんだろうね。これこのカメラ相性なんつうんだろうな。 GWP88V 毎回言えないぜ。これ名前つけねえと。これてっぺんにマイクがついてるんでね、くるくる反転モニター、どっち向けてもちゃんとマイクの向きが変わらないっていうメリットあるんだけどね。てっぺんっていうついてるっていうことは、風が横に切れてるんで風切り音が入るような気がするんだけどな。まあ人がいますね。人がいますよ。こういう田舎の道を走るのもいいでしょう。ちょっと晴れてくれてたよな。ちょっと雨降ってるんですよ。雨降ってるんですけど、こいつ防水なんで。このカメラね、ザクティと違ってね、横モニターパカッと開くところがさ緩いんだよ。ゆるゆる、ちょっと段差ボーンと乗っただけでボーンって閉まっちゃうんだよね。このカメラね、モニターがパコンって畳んだ状態になると電源切れちゃうし、それはザクティも一緒か。あれですよ、これ向こうの方がいいな。これモニターを表にした状態でバタンって閉めても、カメラモードから消えちゃうんですよ。撮影中は切れないか。モニターを開けた状態でバタンって畳むとね、再生モードになっちゃうんですよ。で、撮影継続中に関しては強制的に停止して再生モードっていうわけじゃないんだけど、なんか再生モードをこの状態ではできませんみたいな警告画面がわざわざご丁寧に出てきてくれて、これ良くないよね、これね。しかもこれがなんか、それがならないような設定ができるかなと思ったらできないみたいで、なかなかこういうところまでレビューしてくれてる動画ってなかなか見当たらないよね。大体みんな手ぶれどうだって、ズームはどうだ、画質はどうだ、水没どうだみたいなのいっぱい上げてくれてるんですけどね。使い勝手ですよね、この手のね、ガングリップタイプの
これどういう風に映ってんだろう。今結構道ガタガタなんだけど、ガングリップタイプのあのビデオカメラっつったら、なんだってさ、使い勝手なんだよね。結論から言うと使い勝手めちゃめちゃ悪いっすよね。これザクティとか健康カメラの足元にも及んでない感じなんですね。ボコボコした感じで握りにくいのは我慢できるとして、窓がゆあのモニターのパカパカがゆるゆるで、ちょっとした振動でポンって閉まっちゃうとかさ、で右手に持った状態で片手の親指とか人差し指でパーンとあのモニターがパカッと開く状態にできるんですよ、ザクティとか。特に健康カメラはそれがやりやすい、なかなか使い勝手のいいカメラなのに、こいつはそれできないですね。なんかものすごいね、表面のそのエッジとサーフェイスの部分を綺麗に蓋の部分とボディの部分を揃えちゃってるもんで、指の引っかかりポイントがないっていうね。つまり片手でペンって開けられないんですよ、みたいな。ソニーって割とそういうさ、人間工学的なデザインセンスってあったのに、結構使い勝手のことを考えたデザインセンス、ソニー結構あるのに、このカメラでそれがちょっと見受けられないですね。けなしてるよガンガンけなしてるよ。じゃあなんで買ったんだよって感じですけど、まあなんかとりあえずこのタイプのビデオカメラの、あの世の中にある機種をどれほど知ってるかってそんなに知らないんですが、光学式のあのアクティブモードの手ブレ補正が、まあまあそんなすごくはないけど、まあまあいいらしいんで、これかなって感じです。あとやっぱりね、あの健康カメラザクティと画質がね、そろそろちょっと物足りなくなってきちゃって、それはもうだいぶ前に出たもんだからしょうがないんだけど、マイクがね、モニターの蓋に、モニターのディスプレイの裏側についてるザクティ CA100、 これまあそれなりに不便だけど、それなりにメリットもあって、あとあれ疑似ステレオらしいんですけど、ちょっとステレオ感が弱いのね。割にね、F徳って言ったらの周波数特性って、あの高音から低音の、まあ、特性ですよね。あれがまあまあいいんですよ。特に高音とか超高音とかじゃなくて、その人が喋ってる時の作業、あの辺が綺麗に響く、集音するんで、なんかいいんですよ。あれ音を気に入ってましたね。そういうのもあって、あとまあまあ使い勝手も慣れてきたのもあって、あの最近ザクティの使用率が上がってきてたんですけど、ちょっと健康カメラはね、使い勝手も良くて、初めそんなに求めてないし1万もしなかったやつなんで、あのあれ割でね、フルハイビジョンの映像を、まあ30フレームではあるけど、しかもインターレスモードでも、ちょっとねそれを、あの当時スマホを片手運転で撮ってたのか、解放されたというのがね、あのすごくいい経験だったカメラではあるんだけど、そこからザクティに行った時は、まあ、画質は上がったなと感じたんですよ。ただあいつ昼間はもうちょく昼間は結構綺麗に映るんですけど、あの夜の画質の落ち方っていうのがものすごくて、あれすごいですよね。ザクティの暗いところでの撮影映像のひどさっていうのはちょっと想像以上のあれいかんですよね。健康カメラの方が全然上ですわ。もう暗くなってから健康カメラですわね。映んないんだよね、画像が汚いとかじゃなくて映んないっていう、まあ、そんな感じで、みんな一長一短が結構激しくはっきり分かれてて、健康カメラも手放せなくて、ザクティはザクティで、まあまあなんか最近ちょっとメイン機になれてたんですけど、でスマホもうちょっと手放せないと、 3台使い分けしんどいなと
1台で事足りちゃうみたいな。しかも今までよりもブラッシュアップされたようなやつが、なんかこれ一択かなみたいな、まあ、これか同じシリーズの GW66V、 なんで GW なんだろう。発売時期がゴールデンウィークだったのかな。で GWP88 って言ったらプロジェクターが使えるか P がついてるか、もうちょっと分かりやすい相性つけるな。ウォークマンとかさ、なんかジャンプとかさ、カセットボーイとかさウォーキーとか今の例え分かる人は世代バレるぞ。ザクティだってさ、型番はまあまあ、型番も分かりやすいよね。 CA100 とかさ、 CA1 とか、その辺ソニーセンスないね。で、ちょっとなんて相性つけような、このカメラ。なんだろう、なんでもいいや。雨降ってんだけど、ちょっと海を見ようかな。いやー、ここはね、新居浜港といっても、この間ちょっと行った、住友金属鉱山の方の新居浜港、旧新居浜港跡みたいなんじゃなくて、もともとあそこにあった新居浜港が、こっちに移った、東に移って、東港、東港の近くの海水浴場ですね。観測してる人いるよ。まあさすがに雨降ってるんで人は少ないね。でもすごい蒸し暑いよ、すごいよ。あ、ここはでもいいね、安全に感じで。結構綺麗に映りますね。今 60p のフル HD の 60p のモードで撮ってるわけじゃなくて、なんていうんですか、YouTube に上げる人がやっぱ増えてきたっていうのがあって、最近のカメラソニーもね、前の機種に比べて最近は MP4 の30フレームに、しかもその縦解像度が なぜかノーマル HD しかないんですけど、そのモードがあるんですよ。まあ私はフルハイビジョンでは上げないんで。あ、今オレンジフェリーがついてますね。ノーマルハイビジョンの 720p の30フレームを MP4 の形式で、多分ビデオフレームが、ビデオのコーデックが H264 だっけのコーデックを使ったタイプのが、だと思うんですよ。まあ、ちょっと詳しく見てないんですけど、そのモードがあるんですよね。まあ、そんな高画質じゃないにしても、まあまあ気軽に使える、で気軽にアップロードできる、で容量もまあまあ抑え気味でそこそこ綺麗っていうモードが追加されて以降の機種。ちょっとレンズ吹くねこれ。そういう意味でそれで今撮ってるんで、ちょっとねレビューにしては最高の条件ではないんですけど、まあよくまあネット上げる目的で撮る人にとってはよくあるモードだと。海の家疲れてませんね。それで撮ってるんで、ちょっとこの GWP88V の最高ポテンシャルをお伝えしてるというわけではないんですけど、よく使うであろうという。これ動かないと立体感出ないんだよね。あ、いいね。
今までに比べたら。今砂のところを、今ねズームなしで砂のところを歩きながら撮ってるんですけど、ここは関心ない人で、今日はかき氷をやってないですね。今までもっとすごい手ぶれしてましたもんね。今ねちょっと重めのカバンを背負って歩いてるんですけど、うん、なんか手ぶれあんまりしてない気がする。これちょっと雷が鳴りそうな感じがするんですけど、夏休みだからね。でね、ズームで今光学ズームの最大、これは無理だね、さすがにズームの半分ぐらいで、右にちょっと重いバッグを背負って砂地の上を歩いてると。ちょっと注意して歩けば、まあそんなひどい映像じゃない気がしますね。うん、どういうふうに映ってんだろうね。これズームなし、砂地の上を歩いてて、これだったらまあいいんじゃないでしょうか。これだったら配線跡の動画もうちょっと見やすい映像にできたかもしれないけど、過去のこと言ってもしょうがないわ。赤がどうだろう、ちょっとねにじみにくい感じの朱色になってるな。実物とちょっと違う、にじみにくいけど好きな赤じゃない。そこでですよ、これ撮れてる状態で、ホワイトバランスのワンプッシュないの、これこっからワンプッシュでできません、ワンプッシュ、はい、今いろいろ試したんですけどね、ワンプッシュすごい全然わかんない。ちょっと一回切るね。ダメだね、ここ全然実物の赤と違うんです。もっとね鮮烈ですっきりした赤、もうちょっとねグリーン成分が落ちて青成分のある赤なんだけど、ちょっとまあいいやちょっとまたマウントして走ってみようかな。ここってこうなる前はどんな感じだっけな。これ対岸側にもねちょっとだけ公園みたいになってて、アスレチック状態の公園みたいなのがあるんですよ。こうやって撮ると雲の方を綺麗に見せるように逆光優先になって、ヤシの木がシルエットになりますね。晴れてる日だとまたちょっと変わってくるのかな。曇りの日だけど結構いいんじゃないですか。あ、そうか、曇りの日だから色合いが再現性が悪いのかな。悪いってことじゃないけど、赤がね朱色みたいになってる。気に入らないわ。マウントして後ろ、これマウントで使う人は、大体ロードとかだとさ、マウントね、大体顔のちょっと下あたりにカメラの位置に来ると思うんですよ。だからパカッとモニターの、これなんつんだっけ、これを真上に向けた状態になると思うんですよ、普通に使うと思うと。でもそれだとバタンって閉まっちゃって、再生モードに移行としてできません。警告画面が出てきて尺に触るんで、再生動いてる間は止まらないんですけどね。でパコンパコン閉まって、それはそれでちょっとね映像作品としてダメージになると思いますので、
ちょっと縦気味にして、縦気味にしてもパコンと行くんだけど、ちょっとエッジが引っかかって、どうなんかどっちがいいのか分かんないんだけど、それ気をつけないといけないっていう。これなんとかしないとな。どうするんだよ、どうしようもねえか。まあ、こんな感じで、よいしょ、ヤシの木が。ドゥルルルドゥルルルルラランって感じですよね。なんでこんな、ね、中途半端な時期に今頃ソニーの HDR-GWP88 スモール V のレビュー的なことをしているのかというと、これもう使ってる人も多いし山ほど上がってると思うんですけど、これ自転車にマウントして使ってる人の動画ってあんまり見かけないんですよ。みんなそこそこ綺麗なところ綺麗な感じで撮ってるって、全然わかんねえ、自分で言っててわかんねえ。でちょっとワイルドな使い方、要は私の使い方ですよね。参考動画がなかったんでちょっと自分でやりますよって感じです。あ、ちょっと後ろの空気圧が下がってきたからちょっと空気入れるよ。その前にちょっとオレンジベリーを見てみようかね。オレンジベリーはね、大阪四国をつないでる大型の旅客、もちろん貨物も大型のねフェリーなんですよ。こんな感じで、学生の頃はね大阪にいたんでよく使いましたね。こんな感じで、お、動いてんだもん。これオレンジベリー動いてました。出港です。遥かな遥かな見知らぬ国へ、トラクラテオラテオラ、さっきの話は続きだけど、まだ現役の機種でしょ。でそれでもそれとなく値段もこなれてきたんじゃないかな。特に中古相場はだいたい3万から4万ぐらいなのかな。今2万台はまだちょっと厳しいみたいなんですけど、中古でちょっと買うかなっていう人も出てきてると思うんですよ。出てきてるというか結構人気だと思うんですよね。中古の状態のいいやつチョイスするのにちょっと候補にすぐ上がり、あ、すぐちょっと日本がこういうの候補に上げてる人は多いみたいですか。というのもヤフーオークションとか見てると、ヤフーオークション結構入札バトル結構頻繁に繰り広げられてるんで、注目の時代だと思ってるんですけど、今日ちょっと風強いから風切り音すごいんじゃないかな。風切り音をオフにするの自動なのかな、これわかんない。そういう意味で今自転車ブーム、サイクリングブームなんで、こういう使い方をしてみたいなっていう考えてる人も多いと思うんですよ。ちょっと過去に撮ってきた健康カメラのマウント映像、ザクティ CA100 のザクティが34時代の映像と、このソニーの HDR-GWP88 スモール V の映像をちょっと比較してみようかな。同じ条件じゃないからフェアな比較ではないんだけど、割とのんびり走ってますこれで、こっから橋の上からダーンって行ってみましょうね。ブリブリって感じ でそれがどんな感じか、砂浜の上を歩いてる感じではなかなかいい
結果が得られたんで、いいカメラなんじゃないかなと思ってます。うん、はあ、らこれさ、ズームが健康カメラと、ワイドとズームの方向逆だから間違っちゃう。そうでもないな、スピード。雨降ってるよ。テストしてんな。何の参考なんだこれ。蒸し暑、蒸し暑くて死ぬ。喉乾いたね。よいしょ。で、山あいの、あの JR のとこまで走ってみようかな。これな、よいしょ、よっ、ちょっと固定しにくいな、これな。あ、フロフロだな、これ。これはマウンターがおかしいな、これ。よいしょ、あ、待ってくれてる。滝浜、新居浜のね、一つ東寄りの滝浜駅。というのがあって、これちょっと右側行った方がいいな。JR、これは JR で、JR ですよ。現役のね。で、この前歩いた廃線跡、うちの名神社から西駅の方、あの雰囲気のところの線路のありし頃の状態のようなポイントがあるんですよ。ちょっと山の中入ってるのがあの感じ。塩戸川警察署です。よいしょ、どうしました？痴漢ですか？痴漢。何色入ってたんですかあんたみたいな。ピンク。そのためで、あんたが悪いよみたいな。最低だな。あら、あれ、これ渡れるかと思ったら渡れないの。あ、入れないじゃん。一本向こうか。ダメだ。よいしょ。あ、ちょっとせっかくだ。こんな感じで向こうに竹浜駅があって、よいしょ、こんな感じです。これね、ちょっと待ってよ。よいしょ。いいね、この、ああ、ゆらゆらすっけど、ああ、逆なんだよ、健康カメラと、ズームの方向が、自転車をこう抱えて撮影してるんですよ、カメラをね。これって要は、あれですよね、豪快なスタビライザー状態ですよね。ハンドルが左右にくるくる回るからダメだけど、スタビライザーになってねえなこれ。よいしょ。スタビライザーも使ってみたいなと思うんですけどね。よいしょ。はい、舗装された道に戻ったよ。ちょっとあまりにもちっちゃいカメラ、逆にスタビライザー使いにくいとか、期待した効果が得られないと、よかったみたいな、なんか効果が期待できないような話も聞くんですけどね。
みんな肉を着せちゃってるよ。カメラの録画回してフラ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 民家の中をあっち行ったりこっち行ったり無計画にフラフラしてるやつがいるんだよ。カメラを回しながらフラ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 してるんだよ。あっちフラフラこっちフラフラ自撮り足ストーリー研究がなめられないってやつだな。しかも全裸みたいな、さすがにそれはないな。全裸でダッシュ。なんで俺こんな日にカメラの動作テストなんかしてんだろうな。どうしちゃったんだ俺。何があったんだよ。キューカーってきそうだね今頃。これこの空模様買った方がいいねこれね。しんどっ。またこの辺なんかいっぱい雰囲気が変わってるな。お店が潰れて。さあどうだろう、この車が後方を走ってるところでだいたいマイクから20センチぐらいのところを真上のところで今話してるわけです。どうでしょう、私のトークって聞き取りやすい状態で入ってますかね。こういう用途で使ってる人ってのはあんまりどうやらいないみたいだね。どれほどのメリットがあるレビュー動画かわからない。しかも無駄に長い。何か面白いことを言うわけでもない。いきなり面白いこと言えって言ったって言えねえよねこれ。ご飯ですよ、ご飯じゃないですよぐらいしか言えないわ。しかも人のネタだしさ、しかも古いよこれ。1990年代初頭の大阪の千原兄弟がまだね、あの NSC 2期生何期生1期生わかんない、まだベイブルースとかいた頃だよな。ご飯ですよ、ご飯じゃないですよとか言ってたから、もしかしたらそれより前からあったネタで千原ジュニアがパクったんかもしれないし。というか私が初めて聞いたのは千原ジュニアだったな。あれあの頃のね、大阪時代の千原兄弟はちょっとダークだったけど面白かったね。本物だなこいつらと思ったもん。面白かったな。ピノッキオとかさ、ジャリズムとかいろいろいたな。わちゃちゃ二丁目関係ね、二丁目系がね、面白かったな。あれよいしょ、ああよいしょ、ああよいしょ、何をしてない、何よいしょ。蒸し暑いよ、すごい蒸し暑いよ、すごいわこれ。大体ね、どんなスピードでどの辺走って、まあ、こんな揺れ方するもうちょっと参考にしてもらえたらいいね。私、大体私のね、動画ブログ、あ、原型やっていこう。 SD カード買ってこなんか。 SD カードどちらかというと、あの秋葉の安いところで買いたいんだけどな。なんかこういう量販店行くと高いもんね。ちょっと見るだけ見てこようね。でメモリーもそうだし、バッテリーだよね。このガングリップタイプの、ビデオカメラっつったら、バッテリーもやっぱりね、デジカメと同じやつの、ちっちゃい、薄くてちっちゃいやつになっちゃうじゃないですか。うん。ってなると、やっぱ撮影時間がどうしても短くなっちゃうんだよね。3時間も4時間も撮れないよ、いくらなんでもね。2時間も撮れないだろうね。そういう意味では予備バッテリー数で勝負することになるわけですね。そうなると純正のバッテリーって大体1個あんなちっちゃくて40分から1時間ぐらいしか取れないのに5000円とか6000円とかするじゃないですか。
まあ、そもそも買わせる気ないよね、うん、となるとやっぱね、中国産とかのあのなんだ五感バテ純正じゃないやつ、これ向こうが緑でこっちが赤っつね、切ないね。互換バッテリーになっちゃうでしょ。じゃあ互換バッテリーっていろいろあるじゃないですか。まあどれを買ったって中国の肥やしになるんだったら買うのも尺に触るわけなんだけど、それにしたってちょっとね純正が高すぎるんで、互換バッテリーどれを買えばいいんだろうって感じの人多いと思うんですよね。うん、当たり外れのねレンジが幅がね結構激しいんですよ、ああいう互換バッテリーっつったら。でしかもメーカー名もはっきりしないと。ただよく見てると大体傾向があるんですよ。リプレイスメントなんちゃらとか書いてて、あと型番違っても同じような表記になってるやつ、あとフィッツなんとかなんとかとか、今言った2つはねもうぶっちゃけ言うと外れのバッテリーです。これは普通の純正の半分もないような感じで、しかもね普通の純正のバッテリーよりもね容量ね何ミリアンペアアワーって書いてるやつありますよね、スモール M、ラージ A、スモール H、 あれが電池の容量なんですけど、あれを純正よりも多く見積もって書いてるバッテリーがほとんど、まあ、純正よりも多く見積もって数字多い見積もりで書いてるのに当たりはないですよね。嘘だからね、書いてるだけって。じゃあ何がいいんだって話になるわけですよ。もう結論書いてはロアジャパンですね。ロア大阪に拠点を置いた事務所みたいなんですけど、ただまあ物は中国です。物は中国なんですけど、あのロアジャパンっていう物いいですよ。うん、純正と同じかそれより少ない容量を見積もって書いてる。だけど純正にかなり近いあるいは同等の電池の持続時間が得られてる。そんな数を試したわけじゃないけれど。少なくとも、さっき私のガングリップタイプの健康カメラ FHD80 三洋のザクティ CA100 で、今これ動作チェックはしたんですけど、ソニーの HDR-GWP88 スモール V 死んだでは、あの純正バッテリーと同等のレスポンスが得られてます。レスポンスっていうのかな、うん、持続時間、うん、これも純正なんちゃって純正として使えます。しかもアフターサービスもあるし、うん、すごく安心して買えますね。通販もあるし、通販でね気軽に買える。しかもやっぱ安いわ、安い。この値段で純正と同じように使えるって言ったらさ、まあ何年も使ってったら差は出てくるだろうけどね。数で勝負するときにやっぱりロアジャパン一択じゃないですかね。よいしょ、まあそんな感じなんですけど、いやまあもうちょっとさ整備してほしいね、これね。どうでしょう今のちょっとずっこけかけた映像のブレ具合は。あのやべえこけるっていうときにあのお尻をさっと前方に張り出して両足をつくっていう、まあ、今の無様だったんですけど、こけないで済む方法としてはちょっとサドルからさっさとお尻を前方にずらして両足つくと、おすすめ。こけたら格好悪い以上に自転車に傷ついちゃうんでね。というわけでちょっとロアジャパンのバッテリーをおすすめしたところで、ちょっとヤマダ電機で SD カードのちょっと価格相場をチェックしてこようと思います。ちょっとメモリーカード買ってきました。メモリーカード買ってきました。とりあえず1枚、おぉ、結構降ってますね。
とりあえず1枚32ギガのマイクロ SD、 一応カタログ上ではソニーの88はクラス4以上ということなんですけど、まあフルハイビジョンで60フレームプログレッシブで撮ることもここ一番のマスター撮りにね安心して撮れるということで、念のためクラス10買ってきました。あんまり値段変わんないんでね、クラス4よりもちょっともう数百円しか変わんないんですよね。めちゃ降ってますね。めちゃ降ってるよ。めちゃめちゃ降ってるよ。とりあえず32ギガの、USB カードも入ったし、ロアジャパンのね電池も買ったんですよ。4個ぐらい。ロアジャパンのやつはね、充電器がユニークな形していて、コンセントにズボッと刺すやつ、これコンセントの針の部分が、バーの部分が折りたたみできないのかどうかなと思うんだけど、直接それに電池をボコンとつけるんかと思ったらそうじゃないんですよね。そこにさらに電池の形状に合わせたミニプレートっていうのが上に乗っかるんですよ。ガッチャッつって、そこに電池を刺すとね、でまた違う規格の電池を充電したいときはアダプターの部分をそのままで、上の電池のプレート、電池をはめ込むソケットプレートを差し替えると、それ4、500、600円ぐらいで売ってるやつを、そこだけ差し替えれば他の電池も充電できちゃうよっていう。プレートが割とかさばるんで、その構造にした、2段構造にしたメリットがどれほどあるのかって言ったら未知数なんですけど、よいしょ、とりあえずそれしかなかったんで、ロアジャパンのやつをそれ買って、そこで俺はあることをしてかしちゃってね、失敗を。ソニーのこの88のね66もそうだと思うんだよ。NP うんたらって型番がついてるんですけど、その後のハイフンの後がね BX1 っていうやつなんですよ。これは、BX1 を買ったつもり、電池はね NP の BX1 の互換バッテリーを買ったんですけど、そのすぐ近くにね充電器がラインナップされてて、あこれだと思って買ったんですよ。そしたらね、よく見たら NP のなんかなんだっけ BK1 とかいう名前だったね。 K と X ってちょっと似てるじゃないですか。 X の文字がふいってなったら K になる感じで、騙されたわけじゃないんだけど、俺とボケただけなんですけど、それを買っちゃったみたいで、充電できないよみたいな。まあそれでも丸々充電器をもう一回買い直すんじゃなくて、プレートのとこだけをもう一回BX1 のやつ注文して、ね、それが500円ぐらいで済んだんで、買い間違いに強いという恩恵に預かったと。じゃあその構造はどれほどの未知数かの、その未知数の中の数少ない一例を俺は早々に体験してしまったわけで、俺のような型番間違いするバカにはまあまあありがたい仕様なのかなと。そんな、それがメリットの口実になるかっつったらどうかと思うんだけどね、俺のようなバカには優しい仕様なのかもしれないです。まあそんなこんなで本体充電だけじゃ追いつかないよと、5本も6本も予備を買った場合には充電器が2台ないと困るなという人には、ロアジャパンは充電器もそういうね、サブプレート合体方式の充電器が出てるんで、試してみてはいかがでしょうか。ロアジャパン気に入ってますね、俺ね。ザフディ用のやつもね、健康カメラ用のやつもロア使ってるんですよ。ロア以外のも使ってて、その差歴然ですよ、本当に。バッチリ、バッチリ電池の寿命がね、純正とね、同等で。素晴らしいですよ。あれは素晴らしいね。いいよ。あんたいいよ。いや、あんた日本行っちゃーっつのがなんかあったな、昔。
食でトルコ飲めたりとか、オールナイトニッポンだっけな、あれオールナイトニッポンよく聞いたな。昔はラジオが盛り上がったんですよ。しかも AM のラジオね、深夜放送。インターネットがなかったことがあるな。そのこのロアジャパンはいいですね、安いし。マイクロ SD カードは高いね。あれよくわかんないね、価格帯の相場が。普通さ、まあ、パナソニック、ソニーが一番高くて、無駄に高くて、売る気ゼロ。東芝、ビクターあたりが次安くて、で、バッファローとかね、あと、東芝のジャンクのトランセドとか、あの辺が、まあ、安くなっていくと思ったら、もうバッファローは高いんだよ。東芝より高かったよ。結局東芝にした。東芝っつったって所詮あれでもどこだ、台湾製か、まあ、台湾だったらまあまあ国のイメージでしかないから商品のレビューになってないんだけど、台湾には悪いイメージないから、韓国製と中国製は使いたくないね。使いたくないですよ。使い始めはね、大体みんな一緒なんだよね。ある日突然データがバンと消えちゃうってね、消えちゃうというかもう認識しなくなっちゃうよね。そういうのがあるんで、ちょっとあんまり消しちゃダメなんよね、これね。データ記録系の媒体の買い物は、まあ1万2万とかになってきたあれだけど、5、6000ぐらいの差額だったら、ケチっちゃダメだ、あれ。データ失った時にその大きさが渋った自分を恨む日が来るって感じなんで、蒸し暑い。こんな感じで適当に走ってますけど、こんな感じで映ってますんで、雨の中ポンチョも着ずに濡れながら撮るような人がいようもんだから、ぜひ参考にしてください。半年で一桁の観覧数の動画でこんなポンチョをやってみました。ということで、おやすみなさい。Good night Japan. Good night, Roa Japan.